お話ですか。昔の曲やるんで、なんか一生懸命聞き直してコピーしたんですけどね。セルフコピーですか。そうです。なかなかね、弾き方が違うから難しいんだよね。いや、昔は一生懸命考えて作ってたんだなと思いました。今は考えて作ってないんだ。今考えるような頭ないからね。それは、私にも、任せてる感じかな。あ、そう、言い忘れたんですけどね、今ね、東京でね、村松さんと私とあと3人とバンドやってまして、フライングクラム、空飛ぶアサリっていう名前のバンドなんですけど、そのファーストアルバムが7月の26日に出ます。アマゾンでポチッと調べる。あ、まだアマゾンに流通してないんで。あ、じゃあ村松さんに直接電話すればいいですか。直接電話すれして、村松ローンで買ってください。そのうちネットでも買えるようにしましょうね。そうしましょう。はい、それでは、お時間の方もしてまいりましたので、まずは、シュガーウェーブと、ではやってなくて、その後で有名になって、達郎さんがソロで、出して有名になりましたけども、シュガーウェーブバージョンというのがちゃんとあります。こんな曲から。
ドラマさんと、Facebook でやり取りしてるんですけど、